大きな戦があったそうですね。お通さんも戦が気になるのか。又八さんと竹蔵が戦に出てったんです。竹蔵が。はい。そうか、あの暴れ者も手柄を立てて仕官しとうなる年になったか。竹蔵にはいずれ仕官の道を探してやらねばと思っておった。ここでいつまでも一人で生きていくというわけにもいくまい。竹蔵は戦で自分の力を試したかったんです。強くなりたい、強くなりたい、ただそう思って生きてきた人だから。竹蔵の気持ちがよくわかるんだの。又八さんが話してくれたんです。うん。あいつは何のために強くなりたいか分かっていない。ただ強くなりたい、強くならなければ生きていけない、そう思って大きくなってきたんだって。そっか、私にも分かります、その気持ちは。うん。一人ぼっちで生きてきた者は誰だって強くなりたい、強くならなくちゃって思うんです。竹蔵はもうここへは戻ってこないよ。